小川和馬賞は4年9月6日は、日本の写真家、写真出版社。写真撮影、印刷のほか、写真看板の国産化を試みるなど、日本の写真文化の発展に影響を与えた。写真技術者、印刷技術者の小林忠二郎は実定。万円元年、武蔵区に埼玉郡を師範に生まれる。忍ぶハンマスネ堂で学んだ後、明治6年に、旧藩主。 松平忠敬から学費の支給を受けて、有馬ライミナが解説した、東京の報告学者へ入学し、土木工学を学んだ。カ馬は、同校在学中に写真術に興味を持ったという。明治8年に同校を卒業して帰郷し、熊谷の写真師、吉原秀夫の下で働きながら、写真室版設営法を学び、上州富岡町で自身の写真館を開いた。同地では、 古沢福吉と信仰を深め彼の支援を受けている。明治13年に築地のバラー学校へ入学して英語を習得し、翌明治14年には横浜の外国人居留地で警察の通事を務めるほどとなった。明治15年、前年の第2回内国官業博覧会に出品した作品が評価されないことに衝撃を受けたカズマはさらに進んだ。 写真術を得得するべく、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンへと渡り、同地のハウスティング写真館に住み込んで働きつつ、明治16年欧州からもたらされた、当時の最新写真技術やコロタイプ印刷などを体得して、明治17年1月に帰国した。帰国したカズマは、東京飯田町に写真館タマウルー館を開業して、評判を得、起業家としても活動した。 カズマの立ち上げた写真看板製造会社は失敗に終わったが明治18年にはカーボンインガ法の材料を販売する会社も起こしている。カズマの写真技術の評判は政府の字幕を集め明治20年内務省の移植により会期日食のコロナ撮影を行い明治21年には図書頭である久喜隆一による近畿地方での古美術文化財調査に帯同し 文化財の調査撮影を行った。これをきっかけに、フェノロサの日光の美術史調査にも帯同し、岡倉天心らと国家社を設立して、明治22年には、コロタイプ印刷による図版入りの美術雑誌、国家の創刊へと繋がった。また、カズマは、同年に休刊していた雑誌、写真新報を、編集人権発行人として復刊して、観光を重ねた。カズマは、 数々の名所や風俗、文化財をはじめ、日清、日露戦争、明治天皇の体操の礼、農美自身やアイヌ民族の生活調査など数多くの題材を写真に収めた。明治43年、提出議原因として検証され、東京写真仕組合を組織し、同初代会長に任ぜられた。小川和馬写真展、小川和馬は、ボストンで写真術を修行し、明治十八年、 飯田町に写真館、玉売る館を開業すると、東京有数の写真家として知られるようになった。21年、日本初のコロタイプ写真製版印刷を開始。翌年、京橋区日吉町に小川写真製版所を開き、27年、写真動板の製版印刷に着手した。43年、提出技芸員を拝命。写真の産業化 写真文化の発展に大きな足跡を残した。写真撮影に使われた用具の一部が描かれている。小川和馬写真展は、東銀写真会の冠にして、東京名物の数やと、記載あり。清水製風著、東京名物百人一首明治40年8月、小川和馬写真展により、抜粋小川は、小川写真製版所として、多くの写真集を刊行している。 ランジュ法賞、君五当局実賞、イタリア王冠4等勲賞、スウェーデン技3等勲賞。ありがとうございます。